芝木屋のジューツプリスト。はい、芝木屋です。平田です。今回と次回にわたってお送りするのは ASJF の東京ウィンターです。こちらの方楽しみにしてください。はい、橋本欽也のジューツプリスト。この番組は株式会社ムニネロ、金属工事柔術一式一徹、イサミ、ラスコンチャス以上各社の協賛により、ニューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は12月2日東京錦糸町の墨田区総合体育館で開催された ASJJF 東京ウィンター2023を見ていただきます。見どころは、はい、今回はですねキッズの試合の数々、よりどころ見てもらいますのでこちらの方見ていきましょう。 VTR どうぞ。はい、女子プレティーン黄色帯フェザー決勝戦、湯浅ハノン対諏訪優希です。はい、この2人もね過去に試合やってますね。そしてですねその2人ともね試合によく出まくっているので非常にね覚えてる方もいるんじゃないでしょうか。もうキティ道着がねもうトレードマークの諏訪優希さん、エクストリームエビナ対する湯浅ハノンさん、パライストラ千葉ですね。パライストラ千葉がなんとパライストラネットワークから離脱するということなので、これからどういった道場名になるのか、はい、そこら辺も注目の湯浅ハノンさん、今下になってガードですねから今足で三角を作っていこうというところ。湯浅ハノンさん前回試合した時はね諏訪優希さん勝ってるんですが、今回はどうでしょうか。諏訪優希さんはね最近ねレスリングもやってますからね、トップゲームが非常に強くなっている印象がありますね。はい、やっぱり、ね、湯浅ハノンさんは手足が長いですからね、この手足の長さをねうまく試合に生かせるかどうか。やっぱこうやってねクローズガード割らないようにねしっかりと作ってますよね。非常にいいんじゃないでしょうか。さあこれ上からねプレッシャーをかけていく諏訪優希、さあそこを足をかけていく湯浅ハノン、ね、やっぱいいですよね、やっぱガードワークいいですよね。さあここから腕十字はどうだ。あけどもすぐさまね腕のクラッチしてディフェンスしてますね。このガードワークからの攻めがいいですね。まだ、しっかりと足を作っていこうというところ。腕十字なのか、あそこからちょっと裏になってちょっとバランス崩しましたね諏訪優希。さあここから腕を取れるかどうか。でキッズの場合はね止められることもありますからね。さあ腕十字、さあ腕のクラッチを外れましたね。そして今はもうクローズガードインサイドでね正対します。そしてまた作っていく。さあこの足の使い方非常にいいですね。さあ諏訪優希もこのパスもいいんじゃないでしょうか。さあまた腕十字だ。いやいいですね、ガンガン攻めていきますね。さあどうでしょうか、この腕のクラッチが外ればっていうところですが、しっかりとね腕を、あ今度は木村の方にしてますね。さあどうだ、腕十字じゃなくて木村、そしてリストロック、これは木村なのかリストロックなのか。ここでレフリーが止めましたね。はい、湯浅ハノン一本勝ちでリベンジ達成です。パレストラ柏の湯浅ハノンです。今日は一本勝ちで勝ててよかったです。これからも頑張ります。はい、プレティーンハイロービーライトフェザー決勝戦、望月春井対平大島です。はい、この2人はねカルペディエム対決になりましたね。三田所属の望月春井、平大島はカルペディエムのどこかですね。平大島が白い道着インサイドガード、黒い道着が望月春井です。
望月春恵はね、この試合の決勝戦の前の2試合も一本勝ちで、勝ち上がってますね。非常にね、決めも強い望月春恵ですよ。さあ、そして今下からダブルアンダーでパスを狙っていく平尾島。もうカルペディエム同士とはいえね、こういう風にね、あの支部が違えばやりますからね。そしてね、カルペディエム三田だけはね、あの三田所属で出るというところが、なかなか三田キッズっていうところがね、今ブランドになりつつありますからね。ここら辺も注目して見ていきたいと思っております。さあ、そこの三角にはどうでしょうか。さあ、三角入りましたね。さあ、ちょっと今プレッシャーが、かかっているので、これをうまく逃がせればいいなというところなんですが、さあ、望月春井、平尾島はまずはちょっとここをね、あ、いいですね、腕十字、あ、いいです、この三角と腕十字のコンビネーションですね。さあ、しっかりと三角作ってます。キッズの場合はね、頭引いちゃいけないんだよね。すねを引いたり腰をずらしたりっていうところで三角のアジャストをしていくというところですね。さあ、この三角どうだ。そうですね、頭を引かないで自分の膝を引きつけての一本、全社一本勝ちの優勝、望月春恵です。カルペディエム三田所属の春恵です。試合へ、僕の目標は試合全部3回とも1本を決めることです。で、今試合全部1本決めれました。優勝して嬉しかったです。はい、ティーン黄色帯ライト決勝戦、藤原レオ対ドミニクカネシです。はい、藤原レオもカルペディエム三田、そしてドミニクカネシはインファイトジャパンですね。黒い道着が藤原、インサイドガードになっているのがドミニクですね。さあ、まあやっぱ下からガンガン作っていきますね、藤原。そしてこのね、今インサイドガードでパスを狙っていくのがドミニク。さあ、どうでしょうか。これはね、本当もうインサイドガードとクローズガードの戦いみたいになってますね。やっぱね、クローズガードからのね、アタックしっかりできるとね、非常にいいですよね。これからのね、基本がここに詰まっているっていうのがこのクローズガードですからね。さあ、クローズから今パスをしていこうという、あ、おっと、完全に割りましたね。あ、そこをタックルだ。さあ、タックル倒せるかどうか。お、ここはうまくディフェンス、お、いいですね。今のタックルもね、非常に良かったんですが、そこを耐え切ったドミニクもいいですね。そしてそこからまた引っ込んでいったところをパスを合わせている状態。そうですね、今背中に乗りかかってはいますが、さあ、バックの、ね、フックを入れるのか、サイドポジションに行きましたね。今バックも行けそうなところでしたが、無難にサイドポジション、サイドでしっかりと押さえつけている状況。さあ、胸と胸を合わせての、サイドポジション、そこからマウント、いいですね。おっと、そこに合わせて、やっぱりここはね、マウントに行く途中にこうやって罠がありますよね。あそこでね、マウント取られてしまうと4ポイントになってしまうんですが、そこに移行する前に対処して、こうやってね、上下入れ替わってますからね、非常にいいんじゃないでしょうか。いいディフェンスでした、藤原レオ。そして今度はインサイドガードに入りましたね。ドミニカネシがクローズドガード、ドミニカネシはラペルを引き出しましたね。ラペルを引き出しつつ何をやっていこうというところか。さあ、これはどうでしょうか。プロのような形でね、やってますが、今もうラペラはもう引き出してるので、ここから締めれないですかね。お、ラペラを引き出してのクロスチョーク、なかなかのベーシックチョークなんですが、なかなか決めづらいですけど、ね、ちょっとこれ入りましたか。ちょっとこれはちょっとかなり苦しそうな表情。さあ、どうだ。さあ、どうだ。ちょっとこの締めはどうだ。お、いいですね。ちょっとこの締めはちょっと脇が空いてはいますが、おー、やっぱこういう風にね、脇が空いちゃうとね、なかなか決めづらいんですが、さあ、またもや回っていきますよ。
そうですね、スイープもいけそう。なんと失神ですよ。あのまま決めきりましたね。クローズガードからのラペラチョーク1本決めました。ドミニカネシ、お見事です。皆さんこんにちは。インファイタージャパン所属のカネシドミニクです。今回1位取れてすごく嬉しかったです。いつも準優勝で銀メダルしか取れてなかったので悔しかったけど、今回は緊張に負けずに1位取れたのですごく嬉しいなと思いました。今後1位取れるように頑張ります。はい、金オレンジ帯ライト決勝戦、河野大樹対斉藤響です。はい、河野大樹がエクストリームエビナ、対する斉藤響はパラエストラ TV ですね。さあこの2人の試合どうでしょうか。アグレッシブに攻めていく河野大樹。河野大樹もね、もうオレンジ帯ですかね。もう非常にね、もうキッズの頃からね頑張ってますからね。今ね、本当キッズのね成長はね、もう本当目覚ましいものがありますよね。そしてキッズはね、帯上がるのどんどん早いんで、もうどん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 ね体もでかくなるし、テクニックもついてくるし、非常にね成長を見届けられる、そういった部分でねいいものがあるなと思っております。さあそして今下からこのガンが回っていきますね。このベリンボロ狙いでしょうかね。モダンスタイルですよ。さあそこをパスしていこうという斉藤。さあ今はこれダブルアンダーみたいになってるんですかね。そこを今ラペラを持ってディフェンス、ラペラと袖を持ってディフェンス。やっぱこの袖に担げないとちょっと難しいか。そうですね、やっぱり襟を引かれてるんでね、まだそこを切っていきたいところなんですが。さあ今のこのパスガードを狙っていこうというところなので、ちょっと姿勢が作れないですね。そしてさらにちょっとこの三角みたいになって、そこからちょっとバランスを崩して上下が入れ替わっていきそうなところ。そして三角作り直し、三角を作りながら腕を決めようというところでしょうか。さあ今これはね、三角締めを決めるというよりも三角の形で固定してるっていう感じですかね。ちょっと逆組の三角、そしてこれでスイープになりましたね。さあこれでポイントを取り、しかも今度は腕を狙っていくところでしょうか。さあどうだ。お、ちょっと今のはタップかと思いきやちょっと違いましたね。相手のズボンを持とうというところけど、この状態だとね何も展開がないので、なんとかして上下も入れ替えたい、さらに三角を外していきたいところ。さあどうだ、この逆組の三角、そしてまたこれで上下入れ替えればさらにポイントが追加されますよね。いやー、こういう風にね変わっていってしまいますよ。そして今そこから腕を決めていった河野大樹、アームロックを決めてティーニオレンジオブライト優勝です。エクストリームエビナの河野大樹です。1回戦目はちょっと動きが硬くていい動きできなかったんですけど、2回戦目でしっかり決めきることができてよかったです。ありがとうございました。試合の数々を見ていただきましたがどうでしたか。はい、このキッズの試合の数々も一本決着が多くて非常にテンポがよく見れたと思います。はい、 CM です。ジュースプリーストセレクション、東京イサミの山口です。本日紹介する商品はこちら、イサミのマテックスラッシュガードです。こちらは休館速乾に優れておりまして、練習時に最適なウェアとなっております。半袖と長袖の2種類があります。デザインも非常にシンプルですね。農技や柔術の練習に最適だと思いますので、ぜひチェックお願いいたします。
はい、今回は ASJJF 東京ウィンター2023を見ていただきましたが、どうでしたか？はい、このね、東京ウィンターもう墨田区総合体育館にマットを敷いてもう6面開催ということで、非常にね、熱気あふれる大会になっております。次回はですね、大人の車の数々見ていきますので、そちらの方もお楽しみにしてください。はい、橋本欣也の柔術プリースト、この番組は株式会社ムンニネロ、金属工事柔術一式一徹、イサミ、ラスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本欣也の柔術プリースト、また次回お目にかかれると思います。さよなら。